ストーブで、まあ、やることにより、まあ、やっぱり中の水分っていうのが抜けない。で、まあ、蓋からの上に行った水蒸気が上から下の方に降りていくので、鶏がすごくしっとりと上がるっていうところが、まあ、最大のメリットであると思います。今日は一緒に野菜とタイムを入れて煮込んだんですけれども、やっぱりその香りが鶏に移るので、揚がった時の香りもすごくいい香りになります。野菜のブイヨンですけども、まあ、野菜と水しか使ってないんですけれども、まあ、そのストーブを使うことによってその全部の香り味が水の中に抽出できるっていうので、今日はストーブを使いました。まあ、長野県ですごく野菜が豊富で、まあ、とにかく味が美味しいので、まあ、ストーブを使うことによって無加水で料理を作ることもできるので、本当に長野の野菜をここのストーブで作るっていうのはとっても美味しい状態で、まあ、お客さんに届けられるというのが、まあ、一番のメリットかなと思います。ここは、まあ、軽井沢の、まあ、すぐ隣にある、まあ、三代田という地域になりますけれども、本当に未開拓の地ではあるので、まあ、軽井沢とこう全然違う雰囲気が味わえるオーベルジュになっております。